久しぶりにこれやりたいんでね。これ前、実況プレイ3年ぐらい前にやってるんですけど、3年ぶりにね、ちょっとやろうかなと思います。しばらくこのね、CD ロムロの本体が壊れてたんでね、やりたくてもできなかったんですよね。はい。これまあ外国版ですよね。日本版じゃないですけど。名作ですよ。You are my first. The enemy. Could it be the Robles? Yuko, you must see Varna. はい、やりましょうね。いやー、これなんかでも、この攻撃の仕方おかしいですよね。こう、振り、ぶ、あの、剣を振り回すんじゃなくて、振りかざすんじゃなく、なんか突き刺す感じで、やってますよね。いや、音楽いいなぁ。いや、個人的にバリスシリーズで、バリス2が一番音楽好きなんですよ。まあ、このね、やばい。このバリス2のね、このディスクをね、音楽プレイヤーに入れてよく音楽聴いてたんですけど、一番聴いたかもしれないですね。このゲームの音楽はね。PC エンジン版ね、バリス1、2、3、4って全部持ってるんですけど、全部聴いてましたけどね、音楽。2が一番好きですね、音楽はね。うん。こういうちょっとなんか、急にジャンプしてくるね、敵もいますから。フェイントみたいな感じでね。ちょっと待った。日差しがね、強いですね。地下に行きますね。すごいな、剣から弓みたいなのが出てます。いや、いいな、この曲。ちょっとした誘導みたいな感じもあるんですよね、これ。いや、もうこのバリスのね、この優子はね、普通の女子高生ですけど、このバリスの剣を持つからめっちゃ強いんですよ。これ、バリスの剣の力で、こう、めっちゃ強いわけでね。普通の女子高生ですからね。一般人ですから。だから一般人の人がバリスの剣持てばこんなに強くなると、いうことなんですよね。そういう設定ですよ。結構ダメージ受けてるなぁ。でも不思議なのは、バリスの剣を持ってるからタフになってるのかわかんないですけど、耐久力があるのがすごいですよね。一般人だったら一発で死にますよね、こんな化け物の攻撃食らったらね。バリスの剣を持ったらちょっとタフにもなるのかね。バリスの剣が守ってくれるというか防御力をね。まあこれセーラー服ですよね。セーラー服の女子高生って感じでね。これ中ボスみたいなもんでしょうね、こいつはね。うわ、強いな。やばかったね。危なかったね。もうちょっとやられるとこやった。回復が出た。これ、下折れるときにスカートが回って、
パンツ見えたりしないんですね。まあまあそういうエロい描写はないんでしょうけどね。いやそのうちさっきお見せしたね、プレイヤーズゲームのね、バリスもやりたいんですけど、あれでもエロゲーなんでね、実況プレイはできないですよね。個人的にプレイするって感じになりますよね。でも少しやったかもしれんね、昔ね。やったけど覚えてないだけかもしれないです。多分やってると思いますよ。うん。プレイしたことをあんまり覚えてないと思う。そんなしょっちゅうやってたわけじゃないですか。そんなにやってないってことだと思うんですよね。あ、これ1アップか。これ前回これプレイした時どこまで行ったかな？全然覚えてないですね。前回のプレイどこまで進んだか全く覚えてないです。これ強えな、結構。見倒した。あー、取りたい。あ、ボスか。I am the Red Salamander Zaruga. ザルーガ。Douglas's 12 generals. Come, warrior Bari. Let's engage in combat. Why have you come to the world of reality? I must have your sword. これでもそんな強くなかったと思うんですよね。ゴリ押しでいけるような気がする。でもこっちの人分とかないな。あ、やられた。あ、でも残機あったから生き返ったんや。はい、倒しました。めっちゃゴリ押しですけどね。はい、これまあ飛ばしましょうか。ストーリーデモ見たければ、あのストーリーデモだけをね、投稿したやつがあるんで、それをね、見ていただければと思いますね。ストーリーデモだけが楽しめる動画もね、僕、投稿してるんで、10年以上前にね、ビデオテープからね、このストーリーデモだけをね、ビデオテープにダビングしたやつがあって、この僕のこのね、実機の PC エンジン版のやつで、それをね、あー、しまった！それを投稿したのがあるんですよ。実機の PC エンジンでね、その、ストーリーデモだけが楽しめるね、やつがあって、それをね、あの、ビデオで録画して、それを投稿したやつがあるんで、ああ、中ボスっぽいやつや。ダメージ受けるときの声が可愛らしいですよね。これどうすんのこれ。あ、そうか。これ乗っていくのか。バリスのね、バリスの戦士に変身してますね。日本テレネットのこのね、メーカーのゲームってほんとバリスシリーズ以外あんまり知らないですよね。ハッとしたゲームがないというかね。ドンとやばいな。すごいな、バリアみたいなのがついてる。あー、しまった。もう切れましたね、バリア。あ、そうか、落ちるのか、あれ。
こうやな。あぶね。これ昔僕ね、この発売した当時ぐらいにプレイしたときはクリアした記憶があるんですけどね。ゴリ押しでやっ、ゴリ押しというか、まあ粘って粘ってプレイして。やばいな。硬っ。ああ、やられた。残機一機。攻撃力は弱くなってるからね。やばい。結構難しく、むずくなってますね、少しね。ああ、まだいたんか。あぶね。こいつもし。ボスか。ギラン。Let me pass on this road. I am the Shadow Panther Gillan, one of Roglus's 12 generals. ああ、これここまで行ったかな、前回やったとき。In the name of Roglus and his honor. そんな気がする。こいつを倒せなかったような気がするな。ああ、死んだ。あ、でも倒せそうやね、今回は。あ、でもクリアしてるかな、これぐらいやったら。前回ね。はい。ストーリーでも、もう英語ですからね。うわ、来た。神曲来た。神曲ですね。これね、バリス2はね、メガドライブ版も出てましてね、メガドライブ版は SD バリスなんですよね。キャラクターがデフォルメされてんですよね。SD バリスとして発売されてますね。まあ普通にしてほしかったですね、SD じゃなくてね。うん、こういう感じで普通のバリスとして発売してほしかったっていうのはありますけどね。別に SD にしなくてもよかったんですけどね。SD バリスもね、一応実況プレイやってますけど、あ、やられた。ゲームオーバーかな。あ、ゼロキー。もう無視しよう、こいつ、トラは。あ、クソ。全部食らってるな。うわ。あ、やばい。めっちゃ強いやん、こいつ。攻撃力が。あ、死んだ。イエス。もう避けた方が得ですよ。あ、しまった。あ、しまった。全部食らってるやん。ああ、そうか、あれで食らうのか。こいつ強いよな。ああ、しまった。なんか、やばいな、もう。ダメージが大きくなってますね。
あ、足が速くなった。上か。あ、これそのジャンプさえいいな。こうやってね。何あれ。敵か。無視、無視しよう。無視しよう。あー、くさ。あー、死んだ。こっからか。よいしょ。足速くなったらこの像を無視できるな。はい。よいしょ。なんか食らうなあれは。さすがに。ああ、しまった。追ってもうた。ああ、やられた。強いな、こいつ。ああ、倒せないのか、この時は。硬っ、硬いなこいつ。おっと危ねえ。早いな。あー、死んだ。ゲームオーバーちゃうな。またこっからやで。あかん。避けた方がいいな、トラはね。なるべく避けた方がいい。あーか、なんか強えなこのトラ。体力結構減ってるもんな。ここでセーブしましょうか。クイックセーブ使わせてもらいますわ。そうじゃないと進まないわ。武器もちょうど強いしね。よいしょ。あかん、クソ死んだ。これはちょっとね、ロードしよう。この武器がないとちょっときついと思うんですよ、この先は。あかん、ちょっと今のやり直ししよう。やり直し。強えな、こいつ。あかん、くそ。あかんが、やられるな、やっぱりどうせも。あかん。
これも。何もしてこないからいいな、まだこいつは。あぶね。お、来た来た。強いな、やっぱり。やだ、無視やもん。ここでさっきやられたよな。あー、またやられた。ここでセーブするか。アイチャップした。ちょっと待って、ここでセーブしよう。イチャップしたからね、せっかく。ああ、こいつ出てくんのか。勝った。あと5分ぐらいしかないな。まあ敗者、半からですからね。半から敗者なんで、半に家出るような感じになる。ちょっと遅れていく感じになるんですけどね、そうなるとね。これ無視していけないのか。あ、倒さなあかんのや、どうせも。あー、むずい。この武器あんまり強くないなぁ。攻撃力はないですね。これでちょっとゲームオーバーになったら一旦ちょっとね、敗者行きますね。絶対食らうやもんな。はい、倒した。1アップも、1アップとあれまで全部入った。ちょっとセーブするか。これどうやって先進むんや、この後。これで、あ、これでいいのか。あ、上に敵おったんや。こいつ強いなぁ。強い。あかん、むずいな。これ最初のところ戻ってんちゃうの、これ一番最初のところにちゃうかな。敵多いで、めっちゃ。強いね、こいつ。やばい。敵が多い。
うわ、中ボスもおるんかいな。きついわ。はい。じゃあちょっと一旦ね、ちょっとここで切りますね。はい。ご視聴ありがとうございました。もしよかったら YouTube もしくはニコニコ動画のチャンネル登録をお願いします。はい。またね、ちょっと続きをやっていきたいと思いますね。今、歯医者終わって帰ってきたとこですね。まあ、3時半に歯医者行ってですね、今3時50分なんですけどね、20分ぐらいで帰ってこれたんでね。はい。こっちで、ロード。これでやりましょう。いくらでも出るんだ、これ。ここでセーブするか。いやね、歯医者やっと終わったんですよ、今日でね。約7ヶ月くらい通ってね、やっと今日で終わりだったんですよ。毎週通ってたんですけど、毎週通ってて、3つの歯治すのためにね、毎週通っててね、でやっと治ったんですよね。全部終わったんですよ、3つの歯ね。7ヶ月もかかってるんですよね。3つの歯直すだけなのにね。めちゃ強いな、こいつ。この武器も強いよな。この武器も結構強いんですけど。めっちゃ敵出てくるね、ここね。よし、倒した。やっと進みました。これセーブしてもいいかな。多分これ最後の方だと思うんですよね、この面の。よし、1アップした。ここでまたセーブ。あ、いった。ガイアス。ガイアスね。Are you Varius Warrior? Now let's see if it was really you whose power brought down the great Roglus.Why did the armies of Magus attack Roglus? This country is part of the new empire. ロゴレスっていうのはバルス1のラスボスの名前ですね。お前がロゴレスを倒したバレユークかみたいなね、そういう会話だったと思います。おお、倒せた。すげえな。やられると思ったんですけどね。You are very strong. はい。4面。ここの曲が神曲なんですよ。そうそう、この曲ね。この曲が神曲ですね、めっちゃ。このゲーム、基本的にこのゲームの音楽全部神曲ですけど。また。太陽。そう、この曲はいいんですよね。これ炎当たったらあかんのやったっけ。あ、そうやろね。でもこの面難かったような気がするんですよね。硬い、めっちゃ。うわ、硬いな。
しよう。うわ、雑魚は強いよ、めっちゃ。これ無視した方がええんちゃうかな。そんな気がする。うん、相手してたらね、キリがない気がする。無視できる敵は無視した方がいいぞ、なるべくね。倒せそうなところにいるやつは倒した方がいいですよね。なんで下に行くんや。そうか、誘導やもんな、この武器。下のやつ先倒すか。焦点が行ってしまうからね。あ、いくらでも出てくんのか。よし、倒した。下のやつ倒した。やっと倒した。うわ、まだいるんかい。狙ってくれなくなったな。だった。あー、また生き返ってるこいつ。あ、そうか、これ上にしか行かないんやね、飛んでいくのが。気持ち悪い敵ですね、でもね。これ無視するしかないな、これ。こう言っていった方がいい。おお、スライムや。おお、あの炎のやつ強いからな。セーブする。おっと。おお、あ、やれた。こっからか。待って、ここどこ。あ、こっか。上に行けばいいね。やばい。うわ、強え。うわ、いっぱい出てくんな。なんか強力な武器、なんか取ったね。下折れるんか、これ。下折れるのかな。あ、また出てきた、こいつ。もう、キリないからな、相手してたら。あ、しまった。ダメなんよな、これ。ダメで受けてまうねな、あの炎は。うわ、やられた。難しいな。ちょっと待って、これ、ここからでいいよな。
ハサミ打ちやもんな。あ、きつい。あー、こいつ倒したら、ここの面クリアっぽかったな、今。ロード。危ね。スライムのジャンプ。あー、くそ。避けられんかった。あー、死んだ。そうか、もう死にかけた状態やったんや。あ、ジャンプするもんな、このスライムな。うわ、むず。回復が欲しいとかやな。おっと、びっくりした。折れてくんのかいな、こいつ。来るよな。めっちゃ来るな。これでもずっと来るんかね。これあーやっぱ来るな。いくらでも来るからもう先行った方がいい。うわーやばい、むずいなー。あかん、ジャンプ飛び越えられへんな、一気に。あれ、うわうわ、多すぎるだろう敵これ。無理やで、こんな。ここで倒した方がいいか、スライム。勝った。あかん、食らうな、どうしても。うわ、僕厳しいわこれ。いやー危ね。あ、避ける、避けられへんよな、こんなんな。無理やでな、絶対無理やと思う。あ、あこいつは、あー、あかん。これなんか強力な武器はないのかな。ないのか。なんかサブウェポン的な武器がないんですね。
あべ、くそ。あかん、厳しいな。敵が多すぎるんですよね。敵多すぎるわ、このゲーム。あかん、厳しいぜこれ。無理でしょこれ。どうすんのこれ。無理、無理やで、あんな。誘導のやついいねこれ。これでセーブするか。ジャンプ、ジャンプ。あかんな。あ、やっぱ死ぬよな。ここで絶対死ぬな、一気は。あかん。くそ、こんなとこで食らってたらあかんわ。いかにダメージをなるべく受けないで行くかっていうのが大事なんですけどね。もう死にかけやもん。あ、死んだ。うわ、今回全然ダメやん。あ、しまった。あかん、今回ボロボロや。うわ、ハサミ打ちかい。これ無理ですよ。どうぞ。この時点でもうダメなのかな。この時点でね、もう、ここでなぜ食らう、どんだけ食らわずに行くかですよね。この部分で。ここでゴリ押し行ってたからあかんのかな。あぶね。うわ、もう敵多すぎるわこれ。硬いしさ、このこのスライムもクソ硬いしな。あかん、無理やで、これ。無理やわ、これ、絶対無理。この面が限界かな。限界な気がしてきた。物理的に無理ですね、これね。どうやって行けっつうね、こんなんね。あかん。どうしてもご了承になっちゃうぞね、ここの部分はね。もう敵多すぎやもん。いくらなんでもちょっと無理ですよ、これ。誰がクリアできんねん、こんなの。これも避けんの無理やしね。あ、無理やわ。さっきよりも避けダメやん、これ。敵多すぎるで、これ。あかん。ほら、挟み撃ちしてくるしね。
うわ、無理やで、これ。誰がいけんねん、こんなもん。あかん。無理やって、これ。もうええわ。もう無理でいいや、無理で。はい。はい。じゃあ、今回これでね、終わりにさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。もしよかったら YouTube もしくはニコニコ動画のチャンネル登録じゃなくて、このゲームを終わりや。はい。